はいどうも、キリハです、今回はですね、キボトス降臨大祭ゲットセットウォーの不具合がね、見つかったということで、緊急メンテナンスがあったわけなんですけど、報酬の量が、不具合だったということで、メンテを開けてみましたら、もうだいぶ報酬がナーフされてるんですよね。結構見たことないレベルでナーフされてて、メンテ前に回れた方と回ってない方で、かなり格差が生まれる結果となってしまいました。で、今映っている画面は、メンテの後のね、映像なんですけども、クレジットがね、最大の場所でも120万、次に80万、次に50万ですね。ただレポートなんかもね、6冊とか、次に4冊、次に2冊とか、ハセミの新名文字なんかは、321っていう感じになってます。で、メンテ前の画像が一応残ってまして、それがこちらですね。いやー、さすがに確かに美味しすぎたとは思いました。クレジットとかすごい数ですもんね。霞の新名文字なんかも最大でなんと15個で、次に10個、その次は5個っていうね。まあめちゃくちゃ美味しいイベントなんでね、速攻で動画を作ってあげたんですけども、まあどうも不具合だったらしく、すぐにナーフされてしまいましたね。で、ただ公式生放送とかでもこっちの画像が使われていたり、ブルーアーカイブ公式のメンテナンス内容のね、紹介のページもこの画像になってたりで、なんか不具合なのかちょっと思ったより美味しすぎてナーフしなきゃいけなかったのかっていうのでちょっと分かんないんですけど、まあ結果的にねだいぶナーフされてしまいました。でどれぐらい下がったかをちょっと計算してみたんですけど、まずクレジットがこちらが修正前でこちらが修正後になってまして、5分の1ですね。下がったな、だいぶ下がりましたね。で、メンテ前にがっつり回った方の報告によると、1日で1億ぐらい稼げちゃったらしいんですよね。なんで今回るとその5分の1ぐらいっていう感じになります。それでもね、美味しいっちゃ美味しいんですけどね。で、次に強化玉が30、20、10個。で、これもちょうど 20% ですね。6個、4個、2個になってます。上級レポートも同様。で、新名のかけらは5個、3個、1個だったんですけど、1、1、1になりまして、まあ、こんな感じになってますね。ハスミの、新名文字は、まあ、ちょうど 20% ですね。個人的にそのクレジットとか、レポートに関してはかなりね、まあ、さすがに配りすぎだろってレベルだったんで、まあ、妥当な感じはするんですけど、ハスミの新名文字はちょっと、羨ましいですね。その前に回った方は。今日だけで星5になった方もいらっしゃるそうなんで、もうだいぶね、効率変わってきちゃうんで、ただね、ナーフされたものばかりじゃなくて、ナーフされた分、ある程度補填としまして、一応補填として、青奇跡600個と、スポーツドリンク1500個。あと、明日以降ですね、毎日、スポーツドリンクが1500個配られるという内容の補填があります。まあ、つまり、毎日10回余分にサイコロが回せるってことですね。まあ、周回数は稼ぎやすくなるかなっていう感じはします。まあ、ただね、下がった分がでかいんでちょっとショックが拭えないんですけど、まあ、一応こういうね補填はありました。ただね、新総力戦が間近に迫ってまして、おそらくそこで使うであろうハスミの新名文字なんかはね、やっぱりかなり重要になりますので、正直ちょっとショックは拭えないですよね。今回のね緊急メンテで何があったのか知らない方のためにね、一応こんな変更が行われましたという動画になってます。いやー、ショックだな。回っておけばよかったです。で、事前にね動画も上げたんですけど、あれも作り直しになるかなと思ってます。とりあえず今からね、法律が今でもいいのかどうかちょっと確認して、またね改めて動画にしようと思いますので、もし動画上がりましたら見ていただけるとありがたいです。それでは今回の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。